強い人が好きだ。王に裏切られた王女。離婚を受け入れます。常に強く聡明で美しく、そうやって自分を押し殺してきた。でもあなたは再婚の承認を要求します。自分の人生を生きることを選んだ。続きは LINE 漫画で。こんばんは。参りました。よーい、はい。チェックお願いします。はい、 OK です。ありがとうございます。はい、ではこの方 OK です。ありがとうございます。はい、0 1 2 3 4 5 6 7 8 9。ありがとう。3 4 5 6 7 8 9。はい、方10。ありがとうございます。チェックします。0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 8 9はしっかり見て10 11。ですね、ここら辺はめちゃめちゃいい感じ。ちょっとここカメラ5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25。思ったより走りましたね。結構全力に近いスピードで走ってたんで、なかなか疲れましたけど、でもなんかすごい、なんかあの臨場感があるというか、なんかずっと仲間わしでカメラもぐるぐる動きながら、僕もこの体全身使って動き回ってっていう、ものすごくあの臨場感があって、またこの CG で後からどうなっていくのかっていうのが意外とまだ想像できてない部分もあったりするので、それがすごい楽しみだなっていう。撮影もすごい楽しかったですね。なかなか CM でこんなに動き回ってあの長回して撮るっていうのもあんまなかったんで、すごい楽しめました。はい、いやもう僕は漫画大好きですし、それこそ本当にもう LINE 漫画さんでしか読んでないんで、基本的にはもう今回はね、この LINE 漫画の魅力を、そして漫画の魅力をね、世間に十分に発信できればなと思っております。いやもう嬉しいですよ、やっぱり。もう本当に冗談じゃなく、普段からもう毎日あの使わせていただいてますし、まあすごいずっと見てる画面なんで、これがこの前アイコンも1日7回ぐらい押してるんで、これの話来たかっていう、すごい嬉しかったですね。はい、まあやっぱり休み、いやあるんですよ今ちょうど、あのつい最近まであの大河ドラマをやらせていただいてまして、それがつい最近終わって、そっからちょいちょい休みは入ってるんですけど、やっぱ休みはあればあるだけいいですね。もう
心も落ち着いて、もっと休みが欲しいなっていう、もうだらけ切ってます心が。はい。ちなみにお休みがあったら今何されたいなとかございますか？何もしたくないですね。もうそれこそ LINE 漫画読んでたいです僕は、家でずっと。てかそんな生活をしてます今。今戦ってるのはもう完全にダイエットです僕は。まあ、それこそまたタイガの話になっちゃうんですけど、そのタイガで結構体重を増やしてて、見た目も割とぽっちゃりさせてる状況で、この間終わってからもうほぼ毎日ジム行って、サウナスーツ着て走ってみたいな生活をして、食事も今もう僕の主食はほぼほぼケールなんで、本当に戦ってますね今。もうちょっとね、休みだからもうなんか美味しいお菓子とか食べながらダラダラしたいんですけど、ダラダラはしてるけど、そういう運動もしなきゃいけないっていう、なかなか戦ってるなと思いますね今。それこそさっきのその撮った2作品とも好きですね。刀身転生記とかは僕もともとああいう異世界系というか、なんか悪魔と戦っちゃう系のちょっとこう中二心をくすぐる作品大好きなんで、でこの間それを読み始めて、そしたらまだ20話までしかないから、なんだよもっと続いてると思ってたみたいな、すごいちょっと先が楽しみでしょうがないですね今。めちゃくちゃ面白かったですあれ。はい。はい。じゃあ、はい、書きました。ありがとうございます。できました。いきます。今年の漢字一文字こちら、出す。シュッということでね。まあなんかもう単純に大河ドラマ1年通して出てて、でまたそれ以外にも結構決めない映画が2本出たりとか、なんかまあ露出というか、すごいいろんなものに出させていただいたっていう意味でもそうだし、なんか自分の中でこうその表現としてのエネルギーみたいなものを今年はすごい放出してたなっていう、まあ毎年してるんですけど、今年は結構出したなっていう気がして、またこのちょっとゆっくりした時間の間に放出した分を貯めていかなきゃなっていう感じもしてるので、まあ結構今年は出し切ってだとまでは言わないですけど、結構出したなっていう年ですね自分の中では。はい。まあ本当変わらずというか、今まで通りやらせていただく作品と真剣に向き合いながら、まあなんかそんなずっとゆっくりする時間とかないですけど、もうちょいプライベートをなんかアウトドアなこと始めたりとか、基本めちゃくちゃインドアなんで、なんかそういう仕事面だけじゃないプライベートのところも充実させたいなっていうのはずっと思ってるんですけど、まあでもちょっと今回 LINE 漫画さんの CM やっちゃったんで、なんかもっと漫画を家で読む機会増えそうだなっていう、もしかしたら来年もその夢は叶わなそうだなぁなんて思ってるんですけど、まあ、できる限り外に出て、まあその世の中の事情的にどうなるかは分かんないですけど、なんかもうちょいアクティブなことをしていきたいなっていうのはありますね。